こんにちは。僕は錬金術の研究者ティマイアス。モンドへようこそ。錬金術は古代からの技術で、今でもわからないことが多い。そしてその法則はミステリアスで、僕たちが知る創造物体の原理とは全く違う。この技術を使いこなすことができれば、きっと素晴らしいものが作り出せるはずだ。あれは錬金術用の台？そうだよ。あ、そうだ。錬金術を試してみないか？大丈夫。操作はそんなに複雑じゃない。興味があるなら基礎を教えるよ。不思議だ。今僕たちが使っている錬金術は、まだ先人たちが残した方法を真似してるだけに過ぎない。風の翼を使うのに、その作り方まで知る必要はないだろう。錬金術も似たようなもんさ。ただいつもやっとその原理を理解したと思った直後に予想外のことが起きるから、はあ、正直に言うと僕にもわからないよ。でも、わからないからこそ興味が湧くんだ。僕もまだ、いろんな配合を研究してるんだ。冒険してる途中で、古代文明が残した錬金術に関する記録を発見することがあると思う。冒険ランクが上がれば、理解できる配合も増えていくはずさ。まだそれを言う！オイラのどこがダメだって言うんだ！二人とも面白い人だね。また会おう。君たちの旅に風のご加護があらんことを。いらっしゃいませ。何かお探しですか？15、16、いい感じだ。古代の錬金術は不思議だな。